皆さんこんにちは。株式会社ププレひまわり採用担当の藤原と申します。ひまわりはですね、中四国に133店舗展開しているドラッグストアですね。ドラッグストアで調剤薬局を運営している会社になっております。皆さんひまわりに行ったことがある人結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、地域地元に密着した会社になっております。で、働き方としましては、お客様としてドラッグストアって行くことって結構あるかなと思うんですけれども、働き方としましては、マネージメントに興味がある方は、店長であったり、で接客を、お客様と話が好きで接客を中心に働きたいなという方は、ヘルスカウンセラーであったり、ビューティーカウンセラーというふうなカウンセラー業務っていう専属で働くこともできます。で、133店舗展開しておりますので、どこに配属されるのかわからないという不安も皆さんあるんじゃないかなと思いますけれども、勤務地を選択できる制度であったり、あとつい最近ですね、去年の12月1日に変わったばっかりなんですけれども、ひまわりは身だしなみが自由になりました。もともとは細かいですね、身だしなみ、髪の色とかですね、ピアスとかネイルとかって全然禁止っていう決まりだったんですけれども、今はですね、本当に自由になっておりますので、自分のなりたい格好で働くことができる会社になっております。あとはドラッグストアですので、お薬であるとか化粧品を中心に販売する会社になっておりまして、また入ってからですね、お薬の勉強して資格を取れるっていうところもいいところかなと思います。なので弊社は B2C になりますけれども、お客様と話をしてですね、仕事をしたいっていう方はですね、ぜひ、弊社のブースに来ていただきたいなと思っておりますので、本日はよろしくお願いします。